どうも皆さんこんにちは、イサフトです。よしは続きやっていきましょう。話しかければいいのか。イサールも出発した。ああ、でユーナご一行は。ユーナご一行はまだなんか立ち往生している。侵入を今のうちに旅の準備を整えておく。もうほぼほぼ整っているんだが、どんな時でも夜は明けて朝が来る。また旅の始まりね。そうだね、そうだね。どんな時ワッカに話しかけたい。ユーナが来たら出発だ。いつ来んの？そのユーナは一体いつ来るの？ユーナが来たら出発だ。わかってるよ。わかってるんだが。あ、いた。あ、ここか。どうしたどうした。明けまでずっと働き詰めだったんですよ。はい。怪我人の手当や異界送りや。そっか。それじゃあもう少し眠らせてやってください。あ、疲れてるからそっとしといてと。お、ああ、いいタイミング。おはよう。あれ、朝？おはよう、ユーナ。でも朝なんでしょ。ああ、ごめん。すぐ支度してくるからちょっとだけ待ってて。もうそんなに焦んなくたっていいって。おいおいおい、かわいいなヒロイン。よう、寝坊すけ。ごめんなさい。すみません。そんなに急がなくていいのに。ほら、寝癖。寝癖の召喚者。かわいいな。みんながっかりだぞ。起こしてくれればいいのに。声はかけたよ。でも、口開けて眠ってたしね。今日はなんだかみんな意地悪っすね。口調がティーダだ。これは可愛い。あ、アロン様で。さて、召喚師様の寝癖が取れたら出発だ。あら、いいじゃない。あんなに笑ったのは久しぶりだった。でも今は分かってるんだ。俺以外は本気で笑ってなかったんだよな。ああして笑わないとやってられなかったんだろう。お早い出発ですね。ユーナ様は昨晩あれほど遅くまで働かれていたのに大丈夫ですか？お気遣いありがとうございます。でも十分休みましたから。あなた方も出発ですか？は、原稿画を渡って北上します。原稿画かっこいいね。探すつもりです。貸してくれ、チョコボ。騎兵隊を再建します。ん？一人足りないんじゃない？隊長、待ってください。あ、いたね、そういえばこんなやつ。何してんの？置いてくよ。ついていくなんて無理。乗ってたチョコボはどうしたの？ではユーナ様、ご幸運を。エルマ、フラスコ、行くぞ。はい。ちょっと休ませて。甘ったれない。すげえスパルタだな。次どこだっけ？原稿川を渡るの。同じだ、行くところ。原稿画へ向けて出発。原稿画、へえ、幻の光る川なんだね。超かっこいいね。お、見ろ、ルカか。決まりの仲間だ。よく似ている。どこが？ルカで出会った人たちだ。どちらも召喚師を追いかける。角なしの小さいやつ。角なし、角なし。決まりをあざけりに来たか。違う、小さな決まりに忠告に来た。召喚師が消え帰らない。あ、なんかイサールの部下も言ってたね。決まりの召喚師の番だ。哀れな決まり、
角をなくし、召喚師もなくす。惨めな決まり、一人で泣き叫べ。そんな、なんか教えてくれよ、その犯人みたいな。あいつらさ、決まりに恨みでもあんのか。じゃあ、ただの嫌がらせ。いつか蹴りをつける。なんかその過去も気になるよね。決まりの問題だ。俺たちは黙って見てるのが礼儀ってもんだ。気になるわね。ロンゾ族の問題はロンゾが解決する。昔からのしきたりだろ。そうじゃなくて、召喚師が消えるってこと。突然消えるわけでもあるまい。まあ、ガードがしっかりしてれば大丈夫ってことだ。うわ、フラグっぽ。言うわな。これ絶対言うな、消えるでしょ。また会ったな。おお、久々に会ったね、ベルゲミーネ。機械の無力、理解できたか。やはり神を倒せるのは召喚師しかいない。そうですね、もっと修行しないと。お前が望むなら修行に手を貸そう。お、召喚獣の実践訓練だ。どうだ、私と戦ってみるか。いや、もう勝てるかな。ちょっと戦うよ。お願いします。そう来なくてはな。では始める前に、お前の召喚獣は癒しておいた。さあ始めようか。行くぜ、今度は負けねえ。あいつも雷の、雷の演出ってこうなんだ。超かっこいいね。あ、キリンか、モデルは。なるほど、そういうことか。雷だもんな。何が相性いいんだろう。ちょっとマスター召喚っていうのをやってみたいな。あー、まあ HP が一番っていうか、まあまあ高いフリートにしようか。マスター召喚、普通のとどう違うんだろう。何かパワーアップされてんのかな。いやー、二度は負けたくないな。行くぜ、相棒フリート。ついにあのババアを倒す時が来たぞ。オーバードライブがいきなり使えるから、もう使っていこう。地獄の火炎、2000ぐらい入ったらいいなって思うけど、どんくらいいくかな。まあ、ちょっと演出が長いのがね、ここは本当残念ですね。もうちょい簡素化してほしいな、本当。さあ、どんぐらい入る？おお、もう、いいダメージ入るじゃん。よい。お前の力がどれほどのものか、じっくり確かめるとしよう。あざし。結構ね、エアロスパーク。300、結構食らうな。おお、まずい、どうしようか。戦う。これやると敵の攻撃が2連チャンで来ちゃうのか。じゃあ戦う。魔法でも良いのか。じゃあ一旦戦ってみよう、シンプルに。400。いいね。また会えれる。オッケー。いやー、強いね。これやったら、まあ4連チャンで攻撃が来るから耐えられない。まあでもどっちにしろ、2連チャンは耐えられないんだよな。オッケー、いいや。これで倒せなかったら、まあまた負けだと。やべえ。ベルゲミーネおばさん、いつ倒せるようになるんだろうな。まだ2回目じゃさすがに倒せないか。なんだろう、マジであのポケモンのライバルみたいだね。あの道中何回か戦うイベントがあるみたいなさ。普通はあれ勝てるんだけどな。勝たないと先進めないんだけどな。さあどうだ、まだ倒せないと。クソが。負けましたね。ヘイストを使ったことに注目してください。ユーナのイクシオには使えない魔法をなぜ使えるのでしょうか。メニューコマンドの覚えるを使えば、召喚獣に新たな覚えさせることができる。バルファーレにケアルを覚えさせれば、戦えますと。
あー負けてしまいました。ベルゲミーネおばさん強いな。まだまだ勝てないか、畜生。あ、そうか、まだいけるのか。あ、ちょっと待って。あー未熟だな。ひどいな。まだまだ甘いが素質は十分だよ。私からの祝福だ、受け取ってくれ。いやー、まだまだ勝てないか。スポー、あー、召喚士の心を手に入れた。次に会う時までに鍛えておくことだな。あー、じゃあ何回も戦うんだね、ベルゲミーネおばさんは。オッケー。じゃあまあ一旦今日はここまでにしようか。じゃあ次回この続きからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。